それは茜と読むのです。これでもこの地に都が移されて以来の由緒ある神社なのですが、私の名字覚えてます？茜ですよ。代々この薄気味悪い茜神社を管理してきた一族のものです。とんでもない、手作業で簡単に解体できる崩壊寸前のオンボロ神社ですよ。聞こえてなかったと思います？さて、当オンボロ神社は現在清掃中です。察しが悪い方ですね。とっとと帰っていただきたいと申し上げているのですが。はい、何よりですね。寝言は寝てからおっしゃった方が良いのでは？
それはいい。名は？お前の名前は何という？そうか、いい名前だな。これを使いなさい。濡れていくのも悪くはない。おこんばんは。おかえり。夕飯は食べてきたのかい？だと思ったよ。うちにおいで。引っ越し祝いに鍋でもやってやろうと思ってね。へい、拝むな拝むな。まったく、明日からはちゃんと自分でやりくりするんだよ。大丈夫なのかね。はい、もしもし、ともちゃん？ともちゃんに会えなくて寂しいな。あのね、ごめんともちゃん、実はちょっと今手が離せなくて。
よ、私だよ。トモちゃん元気？私はトモちゃんの顔が見られてとっても元気。ずっと一緒だからね、トモちゃん。東雲智樹くんの自己紹介でした。みんな拍手。なんで転校してきたんすか？この年で一人暮らしは何かと大変かもしれないけど、頑張ってね。それじゃあ次は星見すばるです。ともちゃん、東雲くんを追いかけて転校してきました。お
てたけど、とってもわかりやすい自己紹介だったよ、星見さん。ありがとうございます。とにかくこれで転校生の紹介を終わります。みんな仲良くしてあげてね。はーい。あとこの二人の熱い関係を邪魔しちゃダメよ。はーい。最後にもう一度拍手。よろしくな。なんだ、今頃気づいたのかよ。そこ、まだホームルーム中だよ。すんません。おしまいね。いや、朝からいいもん見せてもらったわ、転校生。それはそうと、俺も自己紹介しとく。早坂亮太。呼ぶときは名前の呼び捨てでよろしく。うん、わかった。信じられないかもしれないけど、その通りだ。そう、炎上セリ、専門は物理。ちなみに、りっちゃんって呼んでやらないと拗ねるぞ。私は後回しにしようじゃないの。な、
イレ？わかった、あたしを追ってきてくれたんだ。でもね、女子トイレにまで入っちゃダメだよ。じゃあどうしたの？嫌だとは言ってなかったみたいだよ。